こんにちは、野球クラブ18です。ブルージェイズ暴動。それがブルージェイズの文化だ、敵将が明かす。そして、あれは昌平じゃないよ、敗者の街、ジェームズ・アウトマンが衝撃的な言葉で怒りを爆発させた。4月26日、日本時間4月27日、ロサンゼルス・ドジャースの29歳の投手、大谷翔平が、トロント・ブルージェイズとの試合で再び歴史を作りました。 打順2番の指名打者としてスタートした大谷は、試合開始早々に存在感を発揮しました。1回表の第1打席で、大谷はブルージェイズ先発のクリス・バシットから、右翼のドジャースブルペンに360フィート、約109.7メートルの距離を37度の打球角度で飛ばすソロホームランを放ちました。この本塁打は大谷の今シーズン7本目で、ここ5試合で3本目となり、 ドジャース在籍の日本人選手としては、監督のデーブ・ロバーツと並ぶ最多本塁打記録となりました。ブルージェイズファンから大谷の登場時とベースを一周する際に大ブーイングを受けたにもかかわらず、大谷は動じることなくプレーを続けました。ダグアウトに戻った大谷は、チームメートから冗談めかしたブーイングと祝福の言葉を受け、笑顔を見せました。 残る3打席でヒットを記録することはできませんでしたが、9回裏には代打として呼ばれ、最終的に4打数1安打1打点という成績を残しました。大谷の活躍により、ドジャースは今シーズン最長の5連勝を飾ることができました。大谷の功績は、ドジャースの記録を超えた意義があります。シーズン開幕から28試合で22の長打を記録したのは、 1901年以降の MLB 史上4位タ戦後では行きたいの快挙です。ドジャース監督のデーブ・ノバーツは、世紀の誤報が流れた日のことを振り返り、大谷のトロント遺跡の可能性を伝えるニュースでゴルフのプレーが乱れ、最悪のラウンドになったと冗談交じりに語りました。大谷の獲得に失敗したブルージェイズ監督のジョン・シュナイダーは、大谷に対するファンの反応について問われると、 それがブルージェイズの文化だ。あの場面でのブーイングは憎しみの感情ではなく一種のイベントみたいなもので、そこでホームランとか現地の人も良いものを見れたと喜んでるんじゃないかなと答えました。その間、ドジャースの外野手ジェームズ・アウトマンは、メディアの状況の描き方に不満を感じていると述べ、ここはトロントだ。負け犬の街だ。昌平は被害者だ。メディアが報じているのであって、 小平ではないと語りました。このシーンはカナダの放送局スポーツネットのフリーランス編集者、デイビッド・モラスティ氏が一塁側スタンドから撮影し、共有したものです。デイビッド氏は大谷小平のブーイング後のホームラン、正直、これ以上のシナリオはないと述べ、白旗を上げたという表現を使いましたね。敵地のファンでさえもその場面に呆然としてしまったそうです。多くのファンが驚愕し、 一部のファンは思いっきり顔を覆ってしまったとコメントしています。また、ブーイングは良い結果につながらないとの声や、1日の終わりには大谷のホームランによって元気づけられた。彼らこそが真の野球ファンだと感じた人もいました。さらに、恐ろしくなったと感じたファンもいるようですね。試合後のインタビューで、ロバーツ監督は大谷の偉業の重要性について語り、これは私が大谷と一緒にグラウンドにいたり、 彼をリードしていた唯一の試合だと思います。それは短命に終わったと思います。でも私は幸せです。私は理解しています。大谷は楽しんでいると思います。彼は野球を楽しんでいて、チームメイトと一緒に楽しんでいると思いますと述べた。ロバーツ監督はまた、ブルージェイズのファンから大谷が受けた歓迎にも驚きを隠せなかった。彼らはブーイングの大合唱で大谷を迎えたが、 大谷は初打席で印象的なホームランを放ち、観客を沈黙させた。彼は多くのブーイングで迎えられ、そして初打席でホームランを打ちました。大谷には全てがあるわけではありません。でも、ブーイングの歓迎には驚きましたとロバーツ監督は簡単の念を込めて語った。また、ベンチでの軽快な一時も明かし、彼がホームランを打った後、 ベンチにいる選手たちは彼にブーイングしました。それは面白かったです。彼はとても嬉しそうでしたと語った。試合前、ロバーツ監督は大谷の楽しい性格とチームメイトとの強い絆を称賛していた。大谷はとても楽しい人だと思います。大谷は他の人と同じように、とても楽しい人だと思います。だから選手たちは彼を引き入れるのに良い仕事をしたと思います。 彼はドジャースで素晴らしい時間を過ごしていると思いますと、ロバーツ監督は大谷のチームでの存在感を取り巻くポジティブな雰囲気を強調した。この試合は、前オフシーズンに一部の米国メディアが大谷がトロントに向かい、ブルージェイズと契約すると誤って報道したことによる根強い噂の中で行われた。法にもかかわらず、敵ファンはブーイングを通じて不服を表明し、 スタジアムには独特の緊迫した雰囲気が漂った。試合後のブーイングについて聞かれた大谷は、いつもの笑顔と優雅さで答えた。驚きはしませんでしたと彼は言い、多くの人がスタジアムに来ると何と言っていいかわかりませんが、彼らは自分のチームを愛しているので、相手チームの選手にブーイングをすると思いますと付け加えた。大谷は、 ドジャースファンとブルージェイズファンの両方が示した情熱を尊重すると述べ、そのような情熱はドジャースファンとブルージェイズファンの両方に感じられます。彼は野球を愛しているので、私は彼に大きな尊敬の念を感じていると思いますと語った。大谷の発言はファンの心に響き、ソーシャルメディアではその前向きな姿勢と優しい性格を称賛する声が相次いだ。鳥肌が立つと書いたファンもいれば、 大谷の優しさを見習いたいと思うファンもいた。他にも彼の素早い思考を評価し、その反応を神のようなと表現する人もいた。大谷はさらにスポーツファンの心理をよく理解していることを示し、もし私がブルージェイズのファンだったらブーイングするだろうし、それは野球とスポーツの一部だと思いますと述べた。地元紙のトロントスターは、スポーツ面のトップに大谷の記事を掲載し、 ブルージェイズファンから浴びせられたヤジとその後のホームランを取り上げた。この記事では、前オフシーズンの誤報と、ブルージェイズファンが感じた失望感に触れ、大谷をブルージェイズから逃げ出した大物と表現した。同志の別の記事では、大谷がドジャースを選んだ理由を皮肉っぽく問いかけ、ブルージェイズの投手陣が19安打12失点と崩れた試合内容から、その答えは明らかだと示唆した。 12月の FA 交渉中に大谷がトロントへ飛行機で向かったと誤報したことで、トロントでの彼の到着に注目が集まった。ブルージェイズのジョン・シュナイダー監督は冗談交じりに、大谷に交渉後に持ち帰ったブルージェイズの帽子を返してほしいとリクエストした。ドジャースの打線は、確立されたスター選手と新進気鋭の才能が混在する強力な布陣となっています。フリーマンのようなスランプに陥った選手でも、 その成績は平均以上に止まっています。打線の破壊力と大谷のスーパースターぶりが相まって、ドジャースは地区優勝を果たし、ワールドシリーズ制覇を狙える有力候補となっています。大谷のメジャーリーグでの成功は、日本から移籍した多くの選手が直面する課題を考えると、非常に驚異的なものです。最近、筒子裏 MLB に馴染むのに苦労した選手が日本球界に復帰したのに対し、 大谷は米国に渡ってから目覚ましい成長を遂げただけでなく、大活躍を続けています。投手と打者の両方で活躍する二刀流選手として優れた才能と献身的な姿勢は、彼の類い稀な才能と献身的な取り組みを物語っています。大谷の最大の強みは、ボールとのコンタクト能力にあるかもしれません。彼は安定してヒットを放ち、チームに得点をもたらしています。 1>, 1億ドルの契約金と世界最高の野球選手としての地位は当然の結果であり、将来トリプルクラウンを獲得しても驚くべきことではありません。